連邦憲法裁判所で妊娠中絶法を審議中のベンダ。手前は、ホルストへ向け法相エルンスト・ベンダは、ドイツの法学者、政治家、裁判官。1971年から1983年まで、西ドイツの連邦憲法裁判所長官を務めた。ベルリンで義士の息子として生まれた。アビトゥーウーは合格後。 1943年から1945年まで、ドイツ海軍で従軍、ノルウェーに駐屯した。戦後は、東ベルリンのベルリン大学で法律を勉強したが、1948年に、共産主義体制下で大学から、強制退学させられそうになったため、ウィスコンシン大学マディソン校、ベルリン自由大学と展示、1955年に、司法試験に合格。 1956年から弁護士としてベルリンで働き始めた。1946年からドイツキリスト教民主同盟の党員となった。在学中の1951年にキリスト教民主主義学生連盟設立者の一人となり、1951年から1952年まで共同代表を務めた。1952年から1954年まで、 セディの青年団組織、ユンゲユニオンの西ベルリン地区代表を務め、西側連合軍軍政部に許可を得た、反共産主義団体、非人道行為に対する戦闘団の活動を指導した。同時期ベルリンの出版ダウクにて、区議会議員となり、党議員団長を務め、続く1954年から1957年まで、ベルリン市議会議員に選出された。1957年に、 ドイツ連邦議会議員に選ばれた。1965年、ベンダは西ドイツにおける殺人事件の事項に関して大きな変更をもたらすことに関わった。この変更によって、かつてのナチス党員たちを殺人で告発することができるようになった。党の法務委員会委員長を経て、1967年に内務政務次官に任命され、翌1968年、 クルトゲオルク・キー・ジンガー内閣で内省に就任した。同年5月28日、緊急事態法を制定し、翌年には国の情報機関に郵便物や電信の部分的監視活動を認める法律を制定し、激しく批判された。1969年の総選挙敗北によるキー・ジンガー内閣の退陣に伴い大臣職を離れた。 1971年12月に連邦憲法裁判所所長に選出され連邦議会議員を辞職した。1983年まで同裁判所の第4代長官を務めた。その在任中、1975年に制定された人工妊娠中絶法に対する違法判決やドイツの秋の一連のテロ行為に対する判決、個人情報保護に関する判決などが下された。 退官後の1984年からは、フライブルク大学法学部の教授となった。高齢になった後も、政治、法律に関する発言を活発に続け、対テロ戦争における拷問の問題などに意見を述べた。ドイツイスラエル協会会長、ドイツプロテスタント教会会議総裁などを歴任した。妻との間に虹があった。ありがとうございます。